Thank you.
Thank you.
それで息合ったからThank you.
秋生選手が2周目岩盤へとやってまいりました。で第7セクションでは北岡浩二選手、ちょっと待ってくださいね。
はい、行き方ちょっと慣れてきたのと、多分上の方が良くなってるんで、はい、合わせずに行ってるみたいな、ね、そして、こちら今、トレースです。石川選手、15番手ですね、はい、
あんまり聞いたことないですね。ないです。あったんでしょうか。さあ、そしてどうですか、はい、ダイナの選手はどうですか。野崎選手も同じトラウトにグラインで、こっちからずっと行ってましたから、ダルビッシュにグラインを取りますよね、野崎選手。さあ、ご覧いただきましょう。7セクション、野崎選手。あっ、これに野崎選手ね。ナイスクリーン、ダイビング。当然クリーン、はい、ナイスクリーン。パフォーマンスを見せました野崎豊選手。まさやさんね、過去5連覇しますけど。そうです。おっと、ダイナミックにいきました。足を1回つきましたけれども、はい、ハーフライディング抜けている小川智之。そうなんですよね、はい、ただ今月EV レースが控えていて、そうですね、来週の EV レースが控えていて、ね、ちょっと残念です。そうなんですよね。よし、決まった。おっしゃー、ちょっとリア忘れちゃいましたかね。そうですね、うん、頑張って。僕はオーバーハングに入ってます。おお、登っていったブロアビンカス。そして第7セクションはラッチ、オーバー選手。ちょっとパラパラ、パラパラ来ました。お願いします。お客様お願いします。多分ライダーも分かってるので急にペース早めるかも分からないそうですよね、はい、
川口選手、ダイナセッション。登りが得意ですからね、うん、本当に。いやいい試合でした、はい、らしいライディングを見せてくれました小山健一。さあ今ジーピフランス、ちょっと痛いですね。ただまだ近所ですからね。そうですね。まだ見ませんので、はい、選手ダンバンやってきますからね。井上皆さんお願いします。フロントがずれたね。
悔しい。ここに魔物がいる。この古典は空港です。分かるね。そして古江は禁止ダイナクション。決めてみせました。はい、攻撃に続いてクレーマー検定所見事なクリーンでした。
慎重に行けば、なんかないんだろう。ね、はい。さあ、あとはこのマシンを2箱だけ。はい。
アクセルの必要最小限しかけないですよね。もう前半も簡単なんで、はい、あんまり簡単じゃないですね。これ最小限だと前半もね、はい、簡単すぎてやってない、はい、さあその時です、はい、ただいま、それではここからです。ここからここ遅い先頭代わりに、すごい、すごい、マシンを持っていくラインを取りました。あ、マルセリ選手5点取ってる手前で、フェレイ選手はここクリーンでいったら、これは優勝が、はい、見えてきますよ。そうですね。さあどうだ、クラスを落として今シーズン戦うことにしたこのフェレイ選手なんですが、最後優秀の美決められるかな、どうかな。今オブザーバーさんの指はまだ握られたままになっている。アレッサンドレーナー、クリーン、さあ上がれ、の世界選手権の日程を終えて、今度は頭を切り替えて全日本です。はい、はい、2日間いい走りを見せてくれました。小川智之選手、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今セクションイン、
ですけど、こうやってランナーをね、最後クリーンで終わられたら、一つまとめられる。さあ、続いてはブルーゼッケンです。表彰台がかかっている。今、暫定2番手。ただ、2点以上取ったら3位に落ちます。もう優勝はありません。2位か3位かというところ。2位か3位か4位か。1点でいきたい。さあ、いいぞ。ここも余裕がありました。1つ目ペア。2つ目も上がっていって、結構右に振ってから、おお、右側へ行くんだ、右側へ行くんだ。よーし。さあ、ここまでミスはありません。あ、なるほど、はい、お疲れ様でした、小山先生。ナイスアイト。さあ、そして本当このウィークいい走りを見せています、ゼッケン66、フランツ・カドレック選手。ちょっと表彰台は届かないですが、この後走るカドレック選手次第では5位いけますよ。自身最上位いける可能性がある。マルカ、マルカ、お
惜しかった。これで5、ただ5点になったとしても6位は硬いですね。6位以内、6位以内でも6位は硬いですね、はい。さあ、高田選手は今シーズンはね、ゼッケン番号も。さあ、続いてはアニ・ジェラベルトです。ミケール・ジェラベルト選手が今行きます。あ、ジローさんがそうですね、使ってますね。
きました。1点で通過、ナイスファイト。オールグリーンをすることになれば2010年以来のカレント